沼津電子図書館は、沼津市にお住まいで、沼津市立図書館の利用者カードをお持ちの方なら、誰でも利用できるインターネット上の図書館です。沼津電子図書館を初めて利用する方や、操作が不安な方は、ぜひこの動画を見ながらご来館ください。お手元にインターネットを使用できる端末をご用意ください。まず、沼津電子図書館にアクセスします。インターネットで沼津電子図書館と検索するか、スマホ等で画面右下の QR コードを読み取ってください。アクセスしたら、トップページのご利用ガイドはこちらをクリックまたはタップして利用方法を確認しましょう。今回はこのご利用ガイドの内容を抜粋して操作方法を紹介します。操作方法の項目ごとに確認ができます。まず最初に資料の探し方を確認してみましょう。検索方法は大きく分けて2種類。1つ目はジャンルから検索する方法です。読みたい資料のジャンルを選ぶと、そのジャンルの資料が表示されます。2つ目はキーワードで検索する方法です。タイトルや著者名、その他の関連キーワードで検索をします。詳細検索では、タイトルと著者名を一緒に入力するなど、ピンポイントで読みたい資料を探すことができます。読みたい資料が見つかったら、早速借りてみましょう。選んだ資料の隣にある借りるをクリックまたはタップすれば、貸し出し手続きは完了です。1回に5冊まで同時に借りることができます。資料が貸し出し中の時は予約をしておきましょう。貸し出し中の資料には予約するが表示されます。予約するをクリックまたはタップで予約完了です。予約状況はマイページで確認できます。取り置き期間があるのでこまめにチェックしましょう。読みたい資料を借りたら早速読んでみましょう。資料の隣の読むをクリックまたはタップで本が開きます。画面の左右をクリックまたはタップするとページがめくれます。画面中央をクリックまたはタップするとメニューが表示され、環境設定を変更できるようになります。次に予約待ちをしている人がいない場合に限り、一度だけ貸し出し期間を延長できます。マイページで延長をクリックまたはタップすれば操作完了です。処理した日から2週間、貸し出し期間が延長されます。貸し出し期間が終了すると、資料は自動返却されます。貸し出し期間内に返却する場合は、マイページから操作します。本の隣の「数
返すをクリックまたはタップしたら返却完了です。貸出冊数がいっぱいの時は返却してから新しく借りましょう。沼津電子図書館はいつでもどこでも楽しめる便利な図書館です。皆さんのご来館をお待ちしています。